はい、皆さんこんにちは、こんばんは、です。今日はですね、久しぶりに、アラン・ホルズワースのね、分析やりたいと思います。はい、ですね、先日僕が久しぶりに、完コピー動画アップしましたが、IOU のアルバムから Out From Under っていうね、曲完コピーやったんですけど、それに対しての分析をちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、しばらくちょっと体調崩して入院してまして、全身の筋肉がすごい痩せ細ってですね、今も動画撮ってるんですけど、自分のあまりの腕の細さにね、ちょっと違和感をすごい感じております。こんな細くなるんだなっていう感じなんですが、まあさておき、まあ皆さん的には頭が爆発してるっていう風なところの方が変わりようが大きいかと思いますが、まあまあ、そういう話は置いときましてですね、IOU の Out From Under ですね、これをやっていきたいんですが、4点ほど、今日話したいなと思うことがありました、まずね、1点目はチューニング問題ね、はい、で2点目は、転調ですね、はい、3点目は、ドミナントコードですね、はい、で4点目はですね、普通のコード進行がアランが弾くとこういうアラン風味になるっていうところをね、ちょっとやってみたいなと、話してみたいなと思います。ご興味がありましたらお付き合いください。はい、まずね、チューニング問題ですね。この曲、リフ、最初のリフ、すごい簡単なリフなんですね。ごっつい簡単なペンタトニック、マイナーペンタトニックのリフですね、昔のロックではよくありがちなリフなんですが、これね、ちょっと弾いてみたら分かると思うんですけど、チューニングが合ってないんですね。うん、チューニングが合ってないっていうのはね、ほんと微妙なんですが、チューニングが合ってないとね、例えば A フラットマイナーなのか、キーが、それとも A マイナーなのかがわからないっていうので、これちょっと悩みましたね。まあ、結論っていうのもはっきりと出てないんですけど、まあ、とりあえずね、A フラットマイナーが近いので、僕は財布に A フラットマイナーで取っております。はい。ただですね、チューニングどんな具合かというと、A フラットマイナーで弾くと、ちょっと高いんですね。自分が高くなる。音源の方がもうちょっと低いんですね。でね、まあ後の転調問題につながるんですが、これ実は A マイナーじゃないかなっていうのがあって、こういうロックなリフってね、A マイ、ギターって開放弦 A マイナーが多いんですよ。 A マイナーか E マイナー。なんで、もしかしたらその時のね、時代的な流行りでですね、半音下げチューニングをやってですね、半音下げチューニングは、ヘッドないですけど、これは半音下げチューニングやったけど、しっかり半音下がりきらないちょっと怪しいところ、でレコーディングされた可能性がまずあるっていうね。はい、バンヘーレンでものアルバム、当時のアルバムでもそうなんですけど、ギターとベースさえ合ってたら別に 440Hz じゃなくてもいいっていうかね、バンドサウンドが合ってたら別に問題ないんじゃないかっていう考え方があってですね、まあ半音下げよう、置いて下げて、でベースとギターが合わせて、あ、 OKOK みたいな感じで取った可能性もある。A マイナーで取って半音下げ、でも A フラットまで下がりきらずになった。
っていうのとですね、あとね当時はやっぱり、レコーディングがデジタルじゃないんで、テープで撮ってるんでテープの録音機があって、で別の再生機で鳴らした時に回転数が微妙に違うっていうね、モーターのスピードが微妙に違うことによってそういうことはよく起こりうるし、まああとテープ自体が伸びるっていうねこともあるんで、ちょっとはっきりこうだっていうのは僕も分かりません。はい、うん、まあただですね、どっちに近いか、音的には A フラットと A とどっちに近いかというと A フラットに近いので、とりあえずレギュラーチューニングで A フラットで、採譜して、僕のあのカムコピはそれで、あの演奏してます、とりあえずね。はい、っていうのがまず1点目、はい、この曲のね、はい、だから奏法的なとことか音楽的なとこじゃないんですけど、まあそこがすごく取っかかりとしてはね気になるところで、まあパーセンテージで言うと、440Hz にして、A フラットで弾いて、そしてまあ 98% ちょっと 2% ぐらいチューニングずれてるんで、うん、微妙なんですよね。じゃあ A でやったらどうかっていうと、今度逆に自分が低すぎるっていう風になるんで、 A で考えたら、103% だったら合うんかな、微妙でしょ、 2% と 3% の差なんで、まあだから A フラットでやっております。うん、はい、そしてですね、転調問題、これね今のチューニングにもちょっとつながるんですけど、2008年のねアラン・ホルズワースのね、インタビューでね、キーを変えていくのが好きです、同じものを2回弾いてるように聞こえても2回目は実は転調したりしてるんだよっていうアランのね、インタビュー、これものすごい実感があってですね、まあ僕はね、この曲で多分4、うん、確か40曲目の完コピですが、ただ採譜してるだけだったらもっとね50曲とかもっとあるんですけど、ものすごい実感があります。採譜しててよっしゃ繰り返しやと思ってコピペしたら半音ずれとるやないかいとかね、うん、とかキー一緒だけどおコード変わっとるやないかいとかね、そういうね、あの採譜者泣かせというかカバー泣かせというかね、のそういうことがすごいあったので、このインタビュー読んだ時だろうと思ったよみたいな声が出そうでしたねそしてですね、この、今回のアウトフロムアンダーですね、リフ、曲の始まりがA フラットマイナーって言いましたよね。で次出てくる、もうこの A フラットマイナーはもう二度と出てこないんです、はい、次同じようなフレーズが出てくるのは実は E フラットマイナーですね。はい、だからこの曲ってこのリフ A フラットマイナーと E フラットマイナー出てくるんです。だからさっきのチューニング問題で迷った時、ギターっていう楽器 A とか E とかいうの好きじゃないですか、だから Am と Em で実は弾いたんじゃないかとふうに、僕は思ったんですよね。 Am と Em でこんなベタなリフ作ります？うん、だから、半音下げチューニングにして Am と Em で弾いたけど半音下がりきってなかったっていうのが答えじゃないかなとちょっと思うんですけれども、うん、ちょっとこの点についてはですね自信はないので、のちょっと分かりかねる部分はあるんですが、皆さんはどう思われますか？またねなんか思うとこあればコメントください。はい、ということでですね、うん、このリフは、実は AF 最初の曲が始まったばっかりの A フラットマイナー、これはもう二度と出てこないっていうことです。で、完コピする人にちょっと
ポイントなんですが、聞いたら基本的にこれが聞こえるんですね。これがメインで聞こえるんですけど、実はこれ、ね、オクターブ下も弾いてます。重ねてます、オクターブでみたいな感じで。だから片方だけで弾くとこのアルバムの感じにはならないんですよね。うん。でですね、まあそのチューニング問題とこのオクターブで弾く問題がね、気になってたんで、実際アランがライブでどのように弾いてるのか、キーどこで弾いてるのかっていうのをね、気になっていろいろとね、過去のライブ音源とか探したんですよ。そしたらまああったんですね。2曲ぐらいあったかな。そしたらね、アランは下弾いてました。こっちで弾いてました。アルバムはこっちの方が強いんですけど、まあそれはミックス具合でいろいろ変わるんで、まあそれはこっち迫力ないですもんね。こっちでライブでは弾いてましたね。ただですね、チューニング問題に関してはですね、そのブートのやつもですね、チューニング狂ってるんですよね。やっぱり時代的にテープなんでね。結局ブートも2つほど見つけたけど、キーというかどっちで弾いてるかは分からなかったですね。はいはい。でね、転調問題、このリーフだけじゃないんですよ。どんどんいきましょうか。曲の順番に沿っていった方がいいかな。ちょっとクリーントーンに変えますね。これはもう適当な音のクリーントーンなんで。この辺ね、今日はね、この弾き方どういう風に弾いてるか、この辺はねちょっと解説しません。なぜかというとアランの運指と僕の運指が違う可能性が高いからです。なぜかというと、手が届かないからですで、まあ実際鳴ってる音は同じなんですが、僕は自分でなんとか届く方向に、運指を変えてね弾いてんで、アランがこう弾いてそうなところも僕はこっちで弾いたりとか変えてるんで、これに対してはね、ちょっと皆さんに教えるというのはちょっと違うかなと思って、コードに関してはちょっとできないですね。ね、まあこういう感じので歌なって、っていう風な感じで、すごくね、なんていうんかな、これ初めて聞いた時、なんだこれと思ったんですね。小学校の時でした。僕は3年生の時に初めてこれ聞いた時に、なんだこの和音みたいなね、すごい衝撃を受けましたね。もうまさに、このリフ以外の部分は全部もうね、宇宙人が作曲したんだろうっていうような感じのイメージでしたね。うん、そしてもろに宇宙人感が出るのはね、次のセクション、あのセクションです。アランはですね単音で弾いてて、3つの音を重ねて、レコーディングしてるんですけれども、それだとちょっと分かりにくいと思うんで、ちょっと僕はちょっと無理やり和音にアレンジして弾きたいと思います。こんなやつ、これ1周目で、2周目がこういうのがあるんですけど、2周やりましたよね。
はい、この2週が実はキーが半音違うっていう話なんですよ。さっきのアランのインタビューね、同じものを2回弾いてるように聞こえて2回目は転調してるんだって、まさにこれなんですよね。はい、最初はですね、ベースが、ベースで言いましょうか、 D から始まるんですね。で次はですね D シャープ、半音上がってるんですよ。はい、という感じで同じやつを繰り返すんですが、半音上がって途中で終わるっていうやつなんですけどね、まあ、最後までいったら次もう一周いっちゃうんで最後は違うんですけど、まあ、半音同じように聞こえて半音上がってるんですよ。こういうのがねアランの曲には多くて、ものすごい演奏するのがもう間違いそうにな、ライブで演奏するの間違いそうになったりですね、僕だったら手が小さいのでなんとか弾くためにやっとの思いでね、開放弦を絡めて弾けるようになったと思って、さあ次のセクション半音上がんのかいとかなるんですよね。だからすごくね難しいんですけれども、こういう感じで、さっきのリフとリフもそうですが、このここのセクションもそういう風に、同じのを使って同じことやってそうで同じことを使ってないっていうのがあって、あとねもう一つあるんですけどね、これちょっと分かりづらい、同じフレーズだけど1小節目から使われてるのと3小節目から使われるのとでは雰囲気が変わるんですね。どういうことかというと、これ最初の部分はあるじゃないですか、っていうのがこれ1小節目からあるんですけど3小節目から出てくるっていうのがあって、それはどういうことかというと、ここなんですよ。これちょっと分かりづらいかな。普通は最初は1小節目から出てくるの場合はなんですね。3小節目から出てくるやつはみたいな感じで、同じフレーズなんですが頭から出てくるのとフレーズの途中の3小節目から出てくるのではちょっと雰囲気が変わるんでね、そういう風な使い方もよくやってますね。だから新しい、フレーズに聞こえるというか、実は弾いてみたら同じこと弾いてるんですけどっていう風な逆のパターンもねあります、うん、すごくね作曲に関しては、練ってる感じしますね。そのインタビューでもこれね、この先日発売されたね、これに載ってるわけなんですが、完璧な輪のようなものができるまで取り組み続けると、作曲に関してね、2つの端と端をくっつけるようなもので、曲がハーモニー的に解決したと感じるまでやっていくんだ。っていう風にね、輪がメビウスの輪みたいな、メビウスの輪みたいなできるようなイメージですかね。曲が、曲のコードがあってぐーっと回って閉じるみたいな、円が閉じる、そういう風なことをすごい意識して作ってるみたいで、これはねこれもすごい実感があって、あのシックス、ザ・シックス、何やったっけ、The Sixteen Men of Ten とかね、あれ財布した時もろにそれ感じましたね。もう あれはもうコルトレーンへの回答っていう感じがするしますね。コルトレーンチェンジをさらに複雑にしてですね、円がぐる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 回ってやっと閉じるみたいな、そういう曲なんですが、はい、まあ、ちょっと外れました、話外れましたが、これでチューニング問題と転調でまだ2つなんですよね。